皆さんこんにちは、三河です、今回は大城祭の建築についてお話したいと思います、先日大城祭が行われました。でそれでニュースでも取り上げられてちょっと問題にもなってますので、その話をしたいと思います。で大城祭とは何かというと、天皇が皇位継承に際して行う宮中における祭祀のことで、国国民の安寧五穀豊穣を祈る儀式で、毎年行われる新嘗祭と言いますね、新嘗祭の特別バージョンということです。で天皇がこうチェンジした時に、行われる、まあ1回だけ行われるもの、1回だけ行われる新嘗祭ということです。で使われる建築が大城宮、これ全体が大城宮と呼ばれています。これは、模型の写真ですね。で、今回ウィキペディアから模型の写真を引用しましたけども、これを見て分かることをまずお話したいと思います。まず対称性が非常に強いですね、正面に対して2つ両側に置いて、さらに奥にこの建物3つのメインの建物を置いているということです。あと二重に柵を囲っているということです。この宮殿全体をこうまず柵で囲って、さらにその内側に柵、神域を作っている、二重に柵を囲っているということです。で白木造りですね、基本的に白木と、あと川のついた丸太をそのまま使っているということで、塗ってないということですね。塗ってないと。で全て切り妻屋根ってこういう屋根ですね、本をこう開いてこの屋根になってますね。で、平入り妻入り中心内って何かというと、これは、こういうあの屋根に対してこっちから入ってると、これ平入りって言います、平べったい方から入ってると。でこちらの、神域の方の建物はこっちから入っているということですね。でしかも中心にないということは、中心軸上に入り口をつけずにちょっとずらしてますよね。ちょっとずらしてる、これはあのここにあの柱を置いてる関係で、真ん中に柱を置いてる関係で横にずらしたものと思われます。で高床、これも当たり前ですけども、床を上げていると。で周り縁、縁側ですね、縁側をつけてるということです。で、建物間を屋根のついた渡り廊下で結んでいると、これですね、これで結んでいます。で、シンメトリーっていうのは、これで言うと、ちょっと見にくいですけど、こことここ神域に入る、まあ神域じゃないか、これは全体に入るところですね。あとこことここですね、についていると。でシンメトリーっていうのは何かというと、こう鳥居ってこう2段にこう水平材があるんですけど、2段目がこう抜きになってなくて、ここで止まってるという、柱で止まってるやつを神明鳥居と言います。まあ、伊勢神宮で使われている鳥居ですね、伊勢鳥居とも言います。で鳥居が渡り廊下の屋根の中間にもあると。これが、ちょっと僕は見てびっくりしたんですけども、ここで屋根がここ下にあって、その上にまたぐように鳥居があるということで、ここもそうです。なので、廊下から見てこれ鳥居が見えないんですよね。まあ、鳥居っていうのはまあ結界、神域の結界のを意味するものでもあるんですけど、ここにもついてますね、屋根の上につけてる、これ僕は初めて見ましたけど、まあ、面白いなと思って見てました。で、これがあの、儀式を行う神域の中の建物で、まあ、普通は正殿とか言いますけど、まあ、ちょっと難しい名前がついてましたけど、左右2つあって、で、これを見ると神社の形式ですね、基本的に。これをちぎって言います。これをちぎ。で、これをかつ横に乗っけてるのをかつおぎと言います。で、ここにボツボツボツと突っ込んであるのが打ち掛け。またはおさこま。これちょっと難しいですけど、おさこま。あるいは打ち掛けで、打ち掛けはあの、鞭をかけるような突起という意味ですけども。で、あと屋根がこけら吹きですね。これもちょっと問題になりましたけど。こけらっていうのはあの、薄い木の板。こういう薄っぺらい木の板をこう重ねていって、剥がさねしていって、作る屋根で、こちらの屋根はもう普通の板で作っちゃってますね。まあ、これはあの伊勢神宮の手前の、まあ、正殿の手前にもこういうのがありますけど、それと一緒ですよね。で、もうちょっとクローズアップしたもので、まあ、これが鞭掛けで、おさこまいとも言います。でこれがチギですね、これも装飾ですね、完全に。でこれがカツオギと言います。でこけら吹きですね。で、かつおぎもよく見るとこれ2本ずつ、中央の端っこは1本ですけど、中央が2本ずつですね。これも僕は割と珍しいかなと思います。ちょっとまあこれ本来の図面を見たことないので、
何とも言えないですけども、まあ普通の神社よりもちょっとバージョンが違うようにも見えます。でここに竹も使ってます。竹でこう胸を押さえてる形になってます。この辺も、ちょっと見たことない、まあ、仮説って意味もあるんでしょうけど、この辺も見たことないですね。でこのこけら吹きなんですけども、本来かやぶきなのにこけら吹きになってけしからんというニュースが結構出てました。それについてちょっと、僕なりの考えをお話しすると、コストが2000万アップするのでそれをダウンするためにこれをやったということですけども、まあ、全体のコストが20何億かかっているので 1% ぐらいですよね。なのでまあ、それぐらいはちょっと、まあ、これ割と重要な部分ですね。建物で割と重要な部分なので、まあ、例えば左右の塔だけでも、かやぶきにしてほしかったなというのは、まあ、建築側の発想ですけども、これぐらい伝統に沿ってやらないと、日本を代表するような神事なので、まあ、それぐらいやってほしいなとは思いましたけど、まあ、お金がないんじゃしょうがないということですかね。まあ、工夫すれば、何とかなったと思うし、あと、茅場を維持するとか茅場の職人とかにお金が行くわけですから、別にあの、貴族の方がそのお金を取るわけではないので、まあ、その辺はもう少し柔軟にいった方がいいのかなとは思います。で、まあ、保存の問題ですね。今言ったあの歴史的にもしそれが重要な部分だったらやった方がいいのではないかと。で今茅場町って東京に地名がありますけども、あれは、周りが言う沼地で茅とか葦の産地だったんですよね。で昔はあの茅でよく、吹いてました。茅とか藁とかで吹いてました。まあ、茅の方が呼吸ですけども、で今は茅場がすごい少なくなってきて、で僕の友達の日本建築士の学者さんがですね、茅場を維持するのが大変で 割と少なくて良質の茅場が取れないということですね。なのであの、まあ、その辺の伝統をどう維持するかというのも問題で、まあ、そういったあの代表的な、イベントでは、まあ、そういうのを使った方が本当はいいんではないかと僕は思いますね。であともう一つのポイントで、これは建築の側ですけども、クライアントから頼まれる建築家とかね、その側の発想として、お金の切れ目がデザインの切れ目って、これ牧文子さんって建築家いますけども、で僕はあの授業でこれすごい印象に残ったんですけど、授業中にですね、あの牧さんが自分の作品を見せながら、ここはこうしたかったんですけども、お金コストが、なかったのでこういう風にするしかありませんでした、お金の切れ目がデザインの切れ目だよっていうのを言われて、これがもう何十年も経った今でも非常に印象に残ってますね。なんか最終的にはこれで、どっかで妥協するしかないということですね。なんかこれもまあしょうがないって言えばしょうがないけど、まあ、できたらこっちでやってほしかったなというのが本音ですね。で、もう少し神社の話を深掘りして神社のお話をしますとですね、これは伊勢神宮ですね。伊勢神宮で、まあ、似たような形が出てますよね。でこれ地儀ですね。地儀はどこから来てるかっていうと、これ建屋の住居でもそうですけども、サスですね。合掌、まあ、サスとか合掌と言いますね。こういうの合掌で、合掌でこうそのまま突き抜けさせて、ここで、縄で結ぶとこういう形になりますよね。でこれを象徴化したのが地儀ですね。で地儀の先端もこう水平に切る場合、まあ、内側の内宮の場合これ水平に切って、外側の下宮の場合垂直に切ってますけども、ここでもあの様式が分かれてきます。あとこのカツオギですね、まあ、カツオに似てるぶっとい太いやつだからカツオギっていうようになったと思うんですけども、こうかやで拭いた場合こう厚ぼったいんですよね。で胸を押さえる必要があって、それを上で押さえるようなものが、まあ、現在でも白川郷に行くとこういうのが、ある場合があります。あとこうやって組んでこう茅をやって、その一番てっぺんにこう差し込んで丸太をで、こう縄でこう結んでこう胸を押さえて飛ばないようにする、どっか行っちゃわないようにする、でここが一番盛りやすいのでここをしっかり押さえるという、機能があったんですけど、それの象徴化ですね。これも、まあ、最終的にはこれとこれはあの装飾になってます。装飾で、あとあの重要なのはこの高床ですね。高床っていうのは高床式建物はあの一番最初はあの米蔵ですね。あと神様のいる場所ということで高床ですよね。まあ、米はすごい大事なところにいる。で高床にして湿気が来ないようにして、しかもあのネズミ返しをつけて虫あの動物も入らないようにしていると。でこれを象徴化したものですね、と高床ということです。これは神明造りといって、まあ、伊勢神宮の造り方ですね。まあ、長野にもこういったものが、まあ、そこは板吹きですけども あってですね、そこも非常にいい建物ですよね。でこれがあの住吉大社本殿
まあ、住吉造りというやつで、これが一番近いのではないかと、大乗宮に一番近いと、まあ、建築史の教科書では書かれています。で、まあ、かつおぎと千里、千里もこの、さっきのものはですね、この一番こっち側の妻側のこのたるき、まあ、たるきというか、まあ、のぼり針というか、それをスパッとそのまま抜いちゃってで千里にしてますけども、こっちの場合はもう置いてるだけですよね。置きちぎって言いますけど置いてるだけです。あとかつおぎもここぶっとくなって四角くなってますよね。でここで注目してほしいのはここの平面図が下陣と内陣2つに分かれています。これはあの大乗宮正殿、まあこれ、まあ、正殿って呼んじゃってますけども、ここで神事を行うところですね。正殿でもこのように2つに分かれてここで、取り行うということなので、大乗祭の大乗宮正殿に平面が一番似ているということで、これが一番近いのではないかと言われています。まあ、あと、これはあの白木ではなくてですね、朱色の二塗りになってます。朱色の二塗り、朱色というのはまあオレンジ色、あの例のオレンジ色っぽいやつですね。でここは白く塗られて、壁は白く塗られていて、二塗りっていうのは金属系の顔料で、これはあの耐久性、虫に食われたり、あと腐りにくかったり、虫に食われにくかったり腐りにくかったりするものですね。あと礎石の上に置かれていると、まあ、あの伊勢神宮はもう掘ったて柱、土の中を突っ込んでありますけど、これは礎石の上に置かれています。ただあの今回、ここ中心軸上にありますよね。この入り口が梁を立てて、ここに塚を立ててこう支えていると。でそれに対して これはこのままあの胸持ち胸あのこの胸木をそのまま持っているような柱なので、真ん中に柱があるというので、こちらによる形になっていると思います。そこはちょっと違いますね。で、大きく古代からあると言われているですね、古代からあると言われている神社の形式は神明造りと住吉造り、さっき言ったあと大社造りって言って、これも妻入りでこっちから入るやつがあるんですけども、でこの大社造りの場合はこうぐるあの田の字になっていて、中が住吉みたいに二分割されてるわけではないので、こっちよりもこっちに近いということですね。この3つのパターンが古代からあると言われています。で由来が古代からあるということで、実際はどうかは本当ははっきりしてないということですね。資料、日本史の資料ですね。日本史の資料、歴史の史って書いて資料がないですね。で今ある遺構ですね、今実際立ってるものは新しいんですよね。でこの辺は新しくて、これも確か江戸時代だったと思いますけど新しいので、実際どうか分かんないけど、まあ一応神明造り、大社造り、住吉造りはずっとこっちからつながって近世近代まで来てるということになってますね。であの式年造体っていって、何十年に一回こう作り替えて、みんな作り替えてきたんです。まあこれはもう作り替えなくなりましたけど、大社の方はですね、この辺は作り替えてるということです。で、今回のまとめですけども、大乗祭の正殿、ですね、旧は対称性が強いと、白木造りで千里柏木打ち掛けがあると、まあ神社の形式ですね。古代神社の形式を習っているということです。で妻入りで住吉大社に近い平面を持っていると。それから保存とコストの問題がやはりあって、これは議論がいるかなと思います。まあ私としてはできたらしっかり、これぐらいしっかりやってほしいなと思います。はい、今日は以上です。ありがとうございます。